これちょっとご報告というか、うん、いやもしやって思うんですけど、多分本当にこれすごいことなんですけど、うん、散々ここで言ってきたあのタッチパネルの自販機、うん、だいぶ今追いやられてる。そうな。僕の感覚だと駅のホームの一番近いところにはない。移動したちょっとずつ。あ、そう。やっぱね、あれやっぱダメだったんだよ絶対。売り上げ激減したんじゃない自販機の。まあでも絶対激減してる。いやちょっとこれ僕の今のところ主観でしかないんで何のデータもないですけど、うん、皆さんちょっと駅とかで見てほしい、うん、今までこうエスカレーター的なところ登ると一番最初だったでしょ。そこ見たら普通のになってて、一番奥のところにあれがあったんですよこの間。でしまいにはなんか駅の下のなんていうんですか、改札通ってホームに行くまでの下にそれがあったりとか。ちょっとやっぱあれの不評ったらないっしょ。いやもう絶対売り上げには左右される。多分さすがに あそこでなんか見てるんでしょ、カメラでどんな人かとかデータ取ってるんでしょうけど、うん、そういうデータうんぬんよりまずこれ売り上げがやべえってなったんじゃない。いやなるだろそら。だってあれで買ってる人見たことないもん、いまだに1回も、ね、俺ほんま2回ぐらい買ったことあるけど。そうそう、僕も何度か言ったけどやっぱ水とかおすすめしてきてムカつくし、うん、ムカつく。水じゃねえよカフェオレだよって思ってない、うん、あなたへのおすすめ水がグガーンと出てきてどけてくれっていう、そのなんかなるでしょ。あるあるある。いやマジでちょっと今これみんな意識して見てほしい。なんかあれって思って今日見てみよう。でかいでしょあのタッチパネル式の、うんうん、そこにこう横向きにあの普通の自販機2台になってたような気するんで、うん、多分やっぱあれ良くなかったんじゃない。本当に良くないよそら。良くないでしょ、うん、まずもうおっさんおばさんじいちゃんばあちゃんはもう買えないですしね、うん、いや一人で若い人も恥ずかしいですよ、なんかうまく買えなかったら、うんうん、分かる分かる。あんな駅のホームというみんなが見る中でのミスが一番恥ずかしいわけじゃないですか、うん、あのオロオロするのとか、うん、まさにそれをみんなの前でやんなきゃいけないと思うと、うん、慣れ親しんだ方を使うに決まってんだから。そうやな。いやちょっとこれ本当についに官僚を動かした可能性があるんだよ僕らが。僕らがこのグチラジからすごいな。いやでも先駆けて言ってましたからね、うん、あれはやばいぞっていうの、うんうん、案の定ですよ。いやなんかね、だってあれ今のとこ一番ベストポジションにあったでしょ多分。あったあった、いつもあったよ。この間奥だったし下手すりゃ下にあったりとか、あれ最近ちょっと違う、なんか違和感があったんだよ、あれあれがないっていう。でも確かになんかミーンってない気がするんだ。多分もう追いやられつつありますよ絶対に。あそう。だってあれマジで使いづらいですからね、うん、分かってないんだよ人間が何が一番嫌か。恥ずかしさなんだから、うん、そのうまく買えなかった時とかの、うん、日本人特にね。だからあの慣れ親しんだお笑いライブには行くけど、同じメンツで違うライブだと会場の雰囲気違うといけなかったりするわけじゃないですか、うん、そういうことを何にも考えてない官僚が勝手にクリーズをみたいになってるけど、うんうんうん、買えないとかもたつく恥ずかしさったらないですからね、うん、食券とか僕らさえ未だにちょっとあれこれってもし買えなかったら売らしそうになったりしたら恥ずかしいってなるわけでしょ、うん、そこを日本人が一番ね気にするところなんだから、うん、いやこれは絶対もう変わってきますよ。やっぱ分かりやすさは大事ですね。そうそう、しかもずっとね自販機なんて別にあれでいいですしね、うん、まあだからあのスイカとかで買える機能とかできたのはいいですけど、うん、多分それはみんなピッて買うから売り上げも伸びたりしたんでしょうけどね、うんうんうん、あんなわけわかんない天気がどうとかもういいよっていう、ないないな、こうスマホにそれでなくても出てんのに、うん、どれだけ天気教えてくるものが今溢れてんだよ世の中に。なあすげえ教えてくる。ここで見えるんじゃん。ここそうそうそう、すげえ教えてくるよな天気。あの新しいタイタンのビルのエレベーターにも天気出る。あーある、前これも言ってないかな、ああいうエレベーターで、うん、なんかいろいろ出る、いつ見るんだよっていうぐらいの情報出たりするでしょその、うん、まあタイタンとかないけどちょっとしたニュースも流れるとことか、うん、まあちょっとしたエレベーター番組的な分かんないですけどなんか、うん、あるある、ちょっと高いビルとはいえエレベーターなんて一瞬だよっていうね、うん、気になる気になるって乗っとけないしね。ただやっぱその気まずさは解消できるんだな、まあ、そうかそのずっと見とけるものがあるっていう、読み込んで済ますっていう意味ではね。ただタイタンのエレベーターはそのいやだからまあまあああいう企画なんでしょ。だから4回しかないし、おそらく知り合いとしか乗らんが一緒になってもまあね確かにそんな気まずいとかもないですしね、タイタンの人しかおらんので。そうそう、それは確かにそうかもしれないですね。そこも変えた方がいい。それはいらんだろうって思ったけど、まあどうしようがない、まあ、今更遅いけどなんでちょっとね、そのタッチパネルの自販機とタイタンのエレベーターこれからねちょっとどうなっていくかというそうですね、動向を見守りましょうか、まあ、ちょっと皆さんも社長とかと一緒になったらさ見るよ、あのガンガンなんで気まずいから、なんでだよそんなこと、怖えし、そんなことはないよ、優しいよ、優しいだろ、優しいだろ逆に嘘っぽくなるからやめてくれよ
なんでちょっと自販機ちょっと皆さんも注目してなんかまた報告してほしい。そうですね、確かに見かけになった。ちょっと気にしてほしい、なんとなく後ろに行ってるような気はするんでね、うん、これちょっと見てほしいですね。平日毎日愚痴を更新しています、ウエストランド井口の愚痴ラジー。